チューリップの芸術この農園のスモモの垣根はいっぱいに青白い花をつけています雲は光って立派な玉髄の置物です 地方の空をめぐりますももの垣根のはずれから一人の子をもり直しが荷物をしょってこの月光をちりばめた緑の障壁に沿ってやってきますテクテク歩いてくるその黒い細い足は 「確かに鹿に似ています」そして日が照っているために荷物の上にかざされた赤白だんだらの小さなコウモリ傘はある平等でできているように思われます「コウモリ直しコウモリ直しなぜ そうチラチラ垣根の隙から農園の中をのぞくのかそしてテクテクやってきますアル平島のそのコウモリ傘はいよいよ光りコウモリ直しのその顔はいよいよほてって笑っています 直し直しなぜ農園の入り口でお前はキクッと曲がるのか農園の中などにお前の仕事はあるまいよ。こうもり直しは農園の中へ入ります。湿った五月の黒土に チューリップは無造作に並べて植えられ一面に咲きかすかにかすかに揺らいでいます「こう盛り直しこう盛り直し荷物を下ろしお前は汗をふいている」「そこらに立ってしばらく花を見ようというのか」「そうでないなら」 そこに立ってはいけないよ。園庭が。こてを下げて。青い上着の袖で額の汗を拭きながら。向こうの。黒いドイツ頭皮の茂みの中から出てきます。何の御用ですか。私はこうもり直しですが。 何か御用はありませんかもしまた何かハサミでも研ぐのがありましたらそちらの方もいたします。ああ、そうですか。ちょっとお待ちなさい。主人に聞いてあげましょう。どうかお願いいたします。青い上着の園庭は ドイツ頭皮の茂みをくぐって消えてゆきそれからぽっと日も消えましたよっぽど西にその太陽が傾いて今入ったばかりの雲の間からたくさんの光の棒を投げそれは向こうの山脈のあちこちに落ちて寂しい群青の泣き笑いをします。 塔のコウモリ傘も今は普通の赤と白のキャラ子ですそれから今度は風が吹きたちまち太陽は雲を外れチューリップの畑にも不意に明るく日がさしました真っ赤な花がぶらぶら揺れて光っています園庭が、 「いつかにわかにやってきてガチャッと持ってきたものを置きました」「これだけお願いするそうです」「へいえー、っとこのせんていばさみはひどくねじれておりますから火事に一んをかけなさらないと治りません」「こちらの方はみんなできます」 はじめにお値段を決めておいてよろしかったらおとぎいたしましょう。そうですか。どれだけですか。こっちが8銭こっちが10銭こちらのハサミは2丁で15銭にいたしておきましょう。ようござんす。じゃあ願います。水がありますか。持ってきてあげましょう。 その芝の上がいいですかどこでもあなたの好きなところでおやりなさい。ええ。水は私が持ってまいります。そうですか。そこの垣根のこっち側を少し右へついておいでなさい。井戸があります。はい。それではおとぎいたしましょう。ええ。 園庭はまた頭皮の中に入りこうもり直しは荷物の底の道具の入った引き出しを開け缶を持って水を取りに行きますその後で日がまたふっと消え風が吹きキャラコのこうもりがは寂しく揺れますそれからこうもり直しは 缶の水をバチャバチャこぼしながら戻ってきます。かなどの上で金剛車がジャリジャリ、チューリップはブラブラ揺れ、日がまた降って赤い花は光ります。そこで砥石に水が張られ、すっすと払われ、秋の鮎の腹にあるような青い門が、もう、 刃物の鋼に現れました。ひ割りはいつか空に昇っていって、チークチークやり出します。高いところで風がどんどん吹き始め、雲はだんだん溶けていって、 いつかかすっかりり、明るくなり太陽は少しの五水の跡のようにどこか青くぼんやり霞んではいますが確かに輝く五月の昼過ぎをこしらえました青い上着の園庭が頭皮の中からまた忙しく出てきます。 おせっかくですね。いい天気になりました。もう一つお願いしたいんですがね。何ですか？これですよ。若い園庭は少し顔を赤くしながら、上着の隠しから角への西洋カミソリを取り出します。コウモリ直しはそれを受け取って開いて。 歯をよく改めます。これはどこでお買いになりましたもらったんですよ。研ぎますかええ。それじゃあ、研いでおきましょう。すぐ来ますからね。じきに三時の休みです。えんは笑って光ってまた頭皮の中に入ります。 太陽は今はすっかり御水の後の光のもやを払いましたので、山脈も青く輝き、さっきまで雲に紛れてわからなかった雪の鹿山も、はっきりトルコ玉の空に浮き上がりました。コウモリ直しは引き出しから合わせ銅を出し、ちょっと水をかけ、黒い滑らかな石で、 静かに練り始めますそれからパチッと石を取りますおおこう盛り直しこう盛り直しなぜその石をそんなに目の近くまで持って行ってじっと眺めているのだ石に景色が書いてあるのかあの 黒い山がむくむく重なりその向こうには定めない雲がかけ谷の水は風より軽く幾本の木は険しい崖から体を曲げて空に向かうあの景色が石の滑らかな面に書いてあるのか コウモリ直しは石を置きカミソリを取ります。カミソリは青空を映せば青くギラッと光ります。それは音なく砥石を滑り日の光が強いのでこうもり直しはポタポタ汗を落とします。今は全く5月の真昼です。 畑の黒土はわずかに息を吐き、風が吹いて花は強く揺れ、頭皮も動きます。コウモリナオはカミソリを丁寧に調べ、それから茶色の荒布の上に出来上がった仕事をみんな乗せ、ほっと息をして立ち上がります。そして一足チューリップの方に近づきます。 園庭が顔を真っ赤にほてらして飛んできました。もうできたんですか？ええ。それでは台を持ってきました。そっちは33銭ですね。お取りください。それから私の分はいくらですか？コウモリ直しは帽子を取り、銀貨とどうかを受け取ります。 ありがとうございます。カミソリの方はいりません。どうしてですかおまけいたしておきましょう。まあ、取ってください。いえ、いただくほどじゃありません。そうですか。ありがとうございました。そんならちょっと向こうの番号屋までおいでください。お茶でも差し上げましょう。いえ、もう失礼いたします。 それではあんまりです。ちょっとお待ちください。えー、っと、仕方ない。そんならまあ、私の作った花でも見ていってください。ええー、ありがとう。拝見しましょう。そうですか、では。その気まぐれのコウモリ直しと園庭とは、う根こ島の畑の方へ五六歩よります。 主人らしい人の島のシャツが頭皮の向こうでちらっとします。園庭はそっちを見かすかに笑い何か言いかけようとします。けれどもシャツは見えなくなり園庭は花を指さします。ねえこの木と大々の大きなブチはアメリカから直に取りました。 こちらの黄色は見ていると額が痛くなるでしょう。ええこの赤と白のブチは私はいつでも昔の海賊の直旗のような気がするんですよ。ねえそれからこれは真っ赤な歯蓋絵のコップでしょ この花びらは半分透き通っているので大変有名です。ですからこいつの球は随分んみんなで星があります。ええ、まったく立派です。赤い花は風で動いている時よりもじっとしている時の方がいいようですね。そうですそうです。そしてちょっとあいつをご覧なさい。 そら、その黄色の隣のあいつですあの小さな白いのですかそうですあれはここでは一番大切なのですまあしばらくじっと見つめてごらんなさいどうです形のいいことは一等でしょうこうもり直しは しばらくその花に見入ります。そして黙ってしまいます随分静かな緑の絵でしょう風に揺らいでかすかに光っているようですいかにもその絵が風にしなっているようですけれども実は少しも動いておりませんそれにあの白い小さな花は 何か不思議な合図を空に送っているようにあなたには思われませんかこうもり直しはいきなり高く叫びます「ああそうですそうです見えました」けれどもなんだか空のひばりの羽の動かしようがいや泣きようがさっきと調子を違えてきたではありませんかそうでしょうとも。 それですからごらんなさいあの花の盃の中からギラギラ光って透き通る蒸気がちょうど水へ砂糖を溶かした時のようにゆら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 空へのぼっていくでしょうえー、ええー、そうですそして空ら光が湧いているでしょうおお湧き上がる湧き上がる 花のさかずきをあふれてひろがり、わきあがり、ひろがりひろがり、もうあおぞらもひかりのなみでいっぱいです。さんみくのゆきもひかりのなかでげんきよくそらへわらっています。わきますわきます。ふう,う、チューリップのひかりのさけ。どうです。チューリップのひかりのさけ、ほめてください。ええ。 このエステルは上等ですとても合成できませんおやエステルだって合成だってそいつは素敵だあなたはどこかの科学大学校を出た方ですねいいえ私はエステル工学校の卒業生ですエステル工学校 <laughs> 素敵ださあどうです 一杯やりましょう。チューリップの光の酒。さあ、飲みませんか。いややりましょう。よ、あなたの健康を祝します。よご健康を祝します。いい酒です。貧乏な僕のお酒は、また一層に光って、おまけに軽いのだ。けれども、 全体これででいいいんんんんすかかああまままりり光が過ぎはしませせいいえ心配ありません酒があんなに湧き上がり波を立てたり渦になったり花弁をあふれて流れてもあのチューリップの緑の貨幣はちょっとも揺らぎはしないのですさあもう一つをやりなさいええありがとうあなたもどうです きれいな空じゃありませんか。やりますとも、おーっとたくさんたくさん。けれどもいくらこぼれたところでそこら一面チューリップ種の涙もの一面どころじゃありません。空の外れから地面の底まですっかり光の量分です。確かに今は光のお酒が地面の腹の底まで染みましたね。 えー、えー、そうですおやごらんなさい向こうの畑ね光の酒に使っては花野菜でもアスパラガスでも実に立派なものではありませんか立派ですねチューリップ酒で漬けた瓶詰めですしかしいったいひばりはどこまで逃げたでしょうどこまで逃げていったのかしら 自分でこんな光の波を起こしておいてあとはどこかへ逃げるとは気取ってやがるあんまり気取ってやがる畜生まったくそうですほらひばりめ降りてこいははあやつ溶けたなこんな雲もない空に隠れるなんてできないはずだ溶けたのですよいいえあいつの歌なら あの甘ったるい歌ならさっきから光の中に溶けていましたがひばりはまさか溶けますまい溶けたとしたらその小さな骨を何かの網ですくい上げなくちゃなりませんそいつはあんまり手数ですまあそうですねしかしひばりのことなどまあどうなろうと構わないではありませんか全体ひばりというものは小さなもので 空をチークチーク飛ぶだけのもんですま、そうですね、それでいいでしょうところが、おやおや、あんなんでもやっぱりいいんですか向こうの頭皮がなんだか揺れて踊り出すらしいのですよ頭皮ですか、あいつはみんなで一正体はありましょうみんな若いし、グレナデアです 揺れて踊っているようですが構いませんかなに心配ありませんどうせチューリップ誌の中の景色ですいくら跳ねてもいいじゃありませんかそいつは全くそうですねま多めに見ておきましょう多めに見ないといけませんいい酒だうーすももも踊り出しますよすももは障壁仕立てです ダイヤモンドです。枝が斜めに交差します。一中体はありますよ。自由中体です。よっぽりあん,んでいいんですか構いませんよ。それより、まあ、あの梨の木どもをごらんなさい。枝が切られたばかりなので、体が一向釣り合いません。まるでさなぎの踊りです。さなぎ踊りとはそいつあんまりかわいそうです。 しっかりしょげて化石してしまったようじゃありませんか。石になるとは、そいつあんまりひどすぎる。おい、梨の木、木のまんまでいいんだよ。けれども、なかなか人の命令を素直に用いる奴らじゃないんです。それより、向こうの果物の木の踊りの輪をごらんなさい。真ん中にいて、キャンキャン調子をとるのがあれが、王刀の木ですかどれですか あああれですかいいえあいつはつばい桃ですやっぱりボタンキやマルメロの歌は上手ですどうです行って仲間に入りましょうか行きましょうおお行きましょうおいおいおいらも仲間に入れろいたいたいた痛ちくしょうどうかなさったのですか目をやられましたドイツかにひどく引っかかれたのです そうでしょう。全体ダメです。ドイツも満足の手のあるやつはありません。みんなガリガリ骨ばかり。おいけないいけない。すっかり崩れて泣いたりわめいたり,いたりむしりあったり殴ったり。一体あんまり冗談が過ぎたのです。えええ。こう世の中が乱れては全くどうも仕方ありません。全くそうです。そーらそら火です。 火です。火がつきました。チューリップ種に火が入ったのです。いけないいけない。畑も空もみんな煙、白煙。バチ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 やってる。どうも素敵に強い酒だと思いましたよ。そうそう。だからこれはあの白いチューリップでしょ。そうでしょうか。そうです、そうですとも、ここで一番大事な花です。 あ、もうよほどだったでしょうチューリップの現実にかかっているうちにもう私は行かなければなりませんさようならそうですかではさようならこうもり直しは荷物へよろよろ歩いていきアル平等の広告付きのその荷物を肩にしもう一度あの怪しい花をちらっと見てそれから すももの垣根の入り口にまっすぐに歩いていきますえんはなんだか顔が青ざめてしばらくそれを見送りやがて頭皮の中へ入ります太陽はいつかまた雲の間に入り 太い白い光の棒の育上を山と野原とに落とします。